皆さん、こんにちは。ネット時代の動画活用講座。今回は、ムービーの時間短縮についてのノウハウをご紹介しています。はい、えー、特にインターネット上で公開されるムービーですね。あまり時間が長いと、どんどん離脱率、えー、途中で見るのをやめてしまう人が増えてしまいます。なので、限られた時間内で、いかに効率よく内容を伝えるか、えー、そんなノウハウをご紹介しています。えー、その中の一つですね、実際ご覧いただこうと思います。 はい。例えば商品なんかの説明ムービーでナレーションをベースにムービー組み立てるということがよくありますけど、えー、例えばですね、専門家じゃない人がナレーションをやった場合、東京特許許可局でキャリーパミュパミュ,パミュが新曲赤パジャマ、青パジャマ、キパジャマを披露しました。はい。こんな感じ。まあ内容は嘘です。内容は本当じゃないですよ。まあどうしてもですね、えー、滑舌を良くするために、えー、ゆっくり気味で喋ってしまうということがあります。ですが、 東京特許許可局で、こういうペースでムービー作るとちょっとムービー自体が間延びしてしまいます、えー。そこでですね、このようにゆっくり喋ったナレーションを自然な音声のままで速くする手法というのをご紹介しています。はい、今立ち上がっているのがフリーのオーディオ編集ソフト、オーダーシティというものですね。えー、Windows も Mac も全く同じものがあります。そこにナレーションが立ち上がっています。はい、これをですね、えー、エフェクトの中から、テンポの変更というものをやって、 ではこれを30%ほどスピードを上げてみますするとどうなるかちょっと聞いてください「東京特許許可局でキャリーパミパミが新曲赤パジャマ青パジャマキパジャマを披露しました」はいどうでしょう比べてみましょう使用前です「東京特許許可局でキャリーパミパミが新曲」ししはいで使用後です「東京特許許可局でキャリーパミパミが 新曲、赤パジャマ、青パジャマ、木パジャマを披露しました。さあどうでしょう。かなり自然な感じのままで、かなりですね、早くできましたね。えー、今回やったようにですね、30%ぐらいのスピードアップであれば、十分自然な感じで聞こえます、えー。3割短縮ということは、例えば1分間のムービーだったら18秒も減るというわけで、かなりの時短になるかなと思います。 まあ、こんな手法とか、えー、画面のレイアウトの工夫とか、様々な手法をご紹介しているので、ぜひとも本誌の方もご覧ください。